陳情の人々が出勤前の首相を待ち受けていることは、いずこの国も同じか。しかしその陳情の内容は違うだろうな。僕たちはふと我が国の首相のことを思い浮かべていた。ラーマン首相は何よりもまず国民に食わせなければならないのだ。7500万の人口がどっかりとラーマン首相の肩に覆いかぶさっている。憲法の施行を祝って数々のパーティーが開かれた。パーティーでもラーマン首相は最大の唯一の大スターである。人々は一言首相と言葉を交わそうと集まってくるのだ。ラーマン首相は人々に食の他に希望を与え続けなければならないのだ。ところでパーティーのごちそうはいつも同じだった。少しばかりの肉をうどん粉の皮で包み油で揚げたもの、牛乳で作ったまんじゅう、土地のバターを挟んだサンドイッチ、そしてバナナ。飲み物は紅茶と水、アルコールは一切なし。